皆様、こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎ノ本です。今回は犬の視界について紹介します。犬は人間よりも視覚、嗅覚、聴覚が優れているのですが、視力は0.2から0.3デートと低い数値にあたります。犬の目は外側に向いているため、焦点が合わせにくいとも言われていて、全体がぼんやりと見えています。しかし、犬は狩りをする本能があり、 眼球を動かす筋肉がよく発達しているため動きのある遠くの物体を認識する能力を持っています動体視力が優れているので停止しているものよりもボールやフリスビーなどの動いているものに敏感です色の見え方は通常人間であれば赤青黄を認識してその組み合わせによって多彩な色を 見分けることができるのですが犬は青、キの2種類しか認識することができませんなので赤は認識できず暗いグレーのように見えているそうですペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフエノマにご用命いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます